浴衣女子やで、俺今まで付き合ってきた人とかも結婚した奥さんも夏は浴衣派やね。この髪のこの上げたのがいいとかやなし、なんか女の子の感情変われへん。浴衣着るとすげえ優しくなれへん。うん、あれ浴衣でやっぱり何してんのよとか言うのが様になれへんから怒り方もなんかとつとつと怒ってくれんねんな。うん、だから普通のね、最近浴衣は着いひんな、うちの奥さんも。だから子供とかとお祭り行った時に金魚すくいしたいって言うから、子供はね、いいよってね言うたら、いらんって金魚なんかそんなみたいないらんって、こんなもん作ったら持って帰らあかんのに、やめとき、いいって言うて怒る。それも洋服やからね。俺も昔お祭りね、付き合ってる時に行った時、浴衣で行った時に、そのまあ、どうせいずれ金魚をすくいしようかって言って、いや金だってでもこれ作っちゃったらほら死んじゃったらかわいそうじゃんみたいな、ちゃんとね解き伏せてた。浴衣ではそうやって、この中にほらお父さんとかお母さんいるかもしれないじゃないみたいなさ、そういう言い方したんが、今やもういらんって金魚なんか臭いしなさほんまそうやねん。だからそういう意味では喧嘩にならない意味で好きやな。あのリンゴ飴なんかもあれ浴衣じゃないと、浴衣やからこうリンゴ飴いいとか、お面も何やあれ、お面って誰買うのあれ、気色のあるいらんよね、ないつ使うのあれ、孔明開けてウルトラマンとかさ。でも浴衣がこう後ろにこう飾ったりっていうアイテムでしょ、ヨーヨーとかも。それをねやっぱり、うん、浴衣じゃないとお祭りは俺あかんってなんで、あれ私服でやったらほんまにさ、高いこんなのリンゴ、リンゴ飴のリンゴなんか多分商品にならんかったら変なリンゴやでとか平気で言うやんか、おばはんは。作れる家で作れよう言うてるわ、うち嫁が子供に、作れる家でわざわざ買わんでも作ってあげる今度みたいなさ。そういう意味ではやっぱり浴衣っていうのは、うーん、お互いのためにいいのかな。